おはようございます。おはようございます。 CSB の中島志郎です。三田村亮次です。いや今回お姉ちゃん、お姉じゃないよ。普通にやっていいですか。普通にお願いします。今日はですね、僕はスキーなんですけども、もっとハイパフォーマンスな滑り、スノーボードとかスキーとかどちらにしてもしていきたいなというのがあって、でまあウィスラーではビッテリターンの第一人者と呼ばれています亮次君にちょっと来ていただきました。よろしくお願いします。はい。亮次君は日本の JSB のプロフェッショナルスノーボーダーとして、いろいろ活動をされてきたので、その辺の技術的な部分もねちょっと話しながらビッテリターンの紹介をしていただきたいと思います。はい、わかりました。で実はまあ僕はスノーボードを始めたばっかりで、あの YouTube で少し見たらビッテリターンできそうなんですけど、今日亮次君が、まあ、まず俺には無理だとそうです、ね、いうことだったので、ま、今日はスキーでやってきました。はい。で、まあ、ビッテリターンって僕の知ってる中でいくと、セルジ・ビッテリっていうフランスの方が、リカバリーとして始めたのがきっかけだったように聞いてるんですけど、それでいいんですか。そうですね、僕は名前は知らないですけど正直、はい、でもなんかターンで転んだ時、スノーボードやっぱ転びやすいんで、転んだ時とかに手とかで支えて、でまた戻る、なるほど、ターンに戻るっていうリカバリーの一つがビッテリターンだって言われてます。でそれをだんだんこう激しくかっこよくやってきた、ね、あ、そうそうそう、それでだんだんスタイル出してきたみたいな。楽しみにしてるよ。頑張ります。はい、怪我しないように。はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。やっぱりバランスいいなぁ。さすが。おぉ、スイッチ感。あぁ、これはやっぱさすがプロだもんな。違うわ。おぉ、これがビッテリターンか。ビッテリーはまあターンのやっぱ転んだ時にのリカバリー、うん、さっきのあの滑った動画もし見たら、うん、分かると思うんですけど、こけてんじゃねえみたいなっていうやつのやっぱそのまま戻ってくるっていう技術になるんで、うん、になります。でもしやるとしたら、うん、あの一番最初膝と足首をまず曲げる練習をしてください。何よりこれが大事。了解で、ちょっとそこまで見せる。そうやっぱこう、でもこの時にこう内倒したらダメなんですよ。頭とかちゃんと起こしたままこうしゃがむ。じゃあ俺はそこまでしゃがめてないのかな。かも、もう届かないなら。結構しゃがむ、ちゃんとしゃがんでる。頭がボードの上にありながらしゃがめるっていう。そうそうそうです。ってことはそれスクワットみたいな感じ。あ、そうです、めっちゃそうです。カットできるとめっちゃいいです。これブーツ、スキーブーツやってみようかな。あ、そういうことです、そういうことです、まさに。で多分スキーだとそんだけ後ろ側にこう倒れれるですけど、多分スノーボードだとそれになるともう倒れ、うん、後ろに倒れちゃうんで。あ、なるほどね。難しいかもしれない、はい、でも逆にまあ前に落とせると思う、はい、でその時にスキーブーツだとかだとやっぱ硬いじゃないですか、うん、だからここをめちゃくちゃ曲げるのって難しいじゃないですか。どこ、この足首で、ここの膝じゃなくて足首をこう曲げてくる、うん、スキーブーツは難しい、難しいですね、うんうん、でスノーボードもし やるならやっぱそこが曲げれるようになるけど、うん、やっぱ画面の向こうの皆さんもいや曲げれないよって人結構いると思うんですよ。でそういう人はブーツ自体が硬いか、うん、もうバインディングが硬いか、この結局バインを締めるじゃないですか、うん、とかブーツを締めるのが強すぎるっていうのが原因。例えばスキーでターンの最初の時、うん、ここからこう行く時っていうのはアンクルオープン、で逆にターンの終わりはグーッとこうやって入ってくるんでアンクルクローズになってくる。へー。でもそのアンクルクローズには、うん、この形だけじゃなくて足を中でブーツの中でこういう風に指先を思いっきり上げてるんだよ、うんうんうん、上げるとこの辺緊張するじゃん。それはスノーボードではあるの？同じですね。ずっとスネの、まあ、足をこう上げる動き、うん、
はい、まあ、ずっとやってます。スネをずっと緊張させてる。ああ、じゃあそれは一緒だね。それは一緒です。もうヒールサイドもトーサイドもどっちも緊張させてます、うん、了解です。それは一緒です、はい、でそのせ、まあ、結局曲げれるようになったら何がいいかっていうと、はい、この地面とその自分、そのセンターオブマスとベースオブサポートが遠いと倒れちゃう。倒れた時に痛いんですよ、うん、はいはい、だからそのセンターオブマスとベースオブサポートを近づけるためにここをまず曲げる、はい、でそれすることによって雪に手がつけれる、はいはい、皆さん、うん、センターオブマスっていうのはあの重心のことですね。ここになります。ベースオブサポートっていうのは板のところです ね、 ですね。これが急に離れすぎちゃうとビッテリでも転んじゃうし、近すぎちゃうと針がな い、 い、 いでも最初は近づけるから伸ばすんです、うん、なるほど。ビッテリーターンを、はい、です結局最初 の、 その足首を曲げるっていうのはその近づける練習です、はいはい、ついたらそこからエッジをヒールからフォーサイドに変えていく。それは俺でも多分できる。これできる。でもこれを結局ベースオブサポートがフォークで、で近づいていこうとするとここで、あ、ちょっと怪我しそうな感じ。そうそうそう、ああ、感じ分かりますよね。やっぱ足裏からこ う、 そ う、 そ う、 そうなんか伸びていくような。そうです。はいはい。から近づけていって。じゃあ最初は。こっち側で山側にやるわけじゃなくて谷側にやるってこと。僕はこっち側でやってます。じゃあいきなりそれを俺でも怖くない、できるのかな。できると思います。ああ、でこれがなんか進んでだと怖いと思うんですよ、うん、あ、止まった状態、まずそこ止まった状態から、はい、ゆっくりやってエッジをこう変える。おお、なんかヘッドスライディングみたいな。そうそうそう、まさに教え方はヘッドスライディング。あ、そうなんだ。でヘッドスライディングとなんか決定的に違うのはその伸びた後スライディングした後に、うん、足をちゃんとエッジで雪を捉えてるかどうか。足上がらないってことね。足上がらない。そこが上がっちゃうとただトゥルンってなっちゃう。オッケー。足を捉えたまま回って、はい、だから今度動くんですけど、はい、いきなりターンするとまた危ないから、はい、横に特にスキーだとちょっと難しいところあるかもしれないけど、そのままだったら横にちょっとサイドスリップしながら、はい、さっきと同じようにやってあげる。おお、それ俺ビッティリターンしようとしなくてもたまにやってるから。そこでちゃんとエッジを抜かずに、足をずっとつま先でついていってあげる。その時に板も一緒にちょっと踏んであげるように。あの足を踏んでちょっと伸ばしていくような感じですか。そうそうそう、まさに。ああ、ま、なるほど。だからスキーでもターンの最初でちょっと山側に踏もうと思いますよね、向こう側に。それです、まさに。それをスノーボード。多分できると思うんだよな。今度さ、次の動画では。ちょっと俺に挑戦してみて。白をビッテリーターンにしてこういった、はい、したら、まあ、できればこの辺でやりたいってこと。そうです、そうです、そうです。そこがもう一番伸びてる。でここでリカバリーで立ってくる。そうです。じゃないと結局次につなげられない。はいはいはい。だからやっぱリカバリー技術っていう。了解です。だから今度は、うん、まあ、あとはもう力、ほぼほぼ力技です。はい、ほぼほぼ力技で伸ばした手をこう雪を今度押してあげるんですよ。ゆっくりやってるんですけど、はい、そこからじゃあやります。これを戻す。ああ、プッシュアップみたいな。あ、そういうのを押すね。あ、はい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 。立ち上がるってこと。そうです、そうです。これをまあでも実際は滑ってるとあの遠心力とかでもっとサポートされるから、もっと弱い力で。カービングとかをもしやってる人だったら聞いたことあるかもしれないですけど、そのカービングで例えばかかとヒールサイドからトーサイドにあのエッジを変えるときに体をただ後ろから前に持っていくのか、それともちょっと後ろ右、左後ろなのこっち側からこの右前にこう持っていくのかっていうことがよく言われることがあると思うんですけど、まさにそれと同じで、ただ前に落とすんじゃなくて、うん、板が進んでるんで、その進んでいる方向と合わせて体もちょっと右斜めに落としてあげるようなイメージ。もっと板の前後バランスも意識してあげるってことね。そうそうそう、うん、実際にただこっち側にこう降りるんじゃなくて、それをこっち側に、なるほど
なるほどね、体ごと一緒に行ったり、そうすると板も一緒に動くんで、じゃあ同じポジションで、ちょっとその動きがないやつだ失敗できる難しいなやってみましょう。ドーン、怪我しないように。ただ前に行くんだと、あこんな感じ。じゃああるやつすごい離れるんですよ。はい、であるやつだと、おお、板が回りやすい、回りやすい、回りやすい、この違いがあるんです。でやっぱ実際やっぱもっとこれをやっぱ今ゆっくりでやったから、ちょっと分かりづらい人もいたかもしれないですけど、自分がもしやるんだったらある程度もうちょいスピードが出せるようになって試してみるとめっちゃ違いが分かると思います。前にただ落とすのか、ちょっと板の進んでる方向に向けて落とすのかで全然違います。これはな、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ビッテリターンいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。次はもうシロさんが、はい、調整する番です。いやマジで本当にそれをやりたいために今日は用事に次ちょっとまたお時間いただきたいんですけど。いやもちろんよろしくお願いします。お願いします。はい、本日は、三田村良二くんのビッテリターンをご紹介しました。ありがとうございました。はい、良二くんのテクニックを少しでもいただいて、上達していきたいと思います。皆さんも参考にしてみてください。はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも次回お楽しみに。さようなら。